画面に切り替える時のね、音がちょっとビーポーンが雑かなっていうところはあります。あとはドライブレコーダー本体の映像の方ですよね。また別途じゃない、この後続きアップいたしますんで、よかったら続けてみてください。最後、車庫入れ、やらせていただきます。その後はそうですね、ドライブレコーダー本体の映像を昼と夜とまた入れますんで、続けて、アップいたします。ですよね。もうちょっとやっぱ広角の方がいいかな。バックするときはちょっともうちょっとだけ下げてみたいかなっていうところですね。これでここのアコーディオンのアコーディオンのこう門のところまで大体今1メーター2メーターかな。これで今50センチぐらいなんですけど、もうちょっとやっぱ広角ですよね。左右見れたらいいんですけど、もうちょっとワイドの方がいいかな。当たるギリギリのところですよね。は映らないみたいな、こう左右のギリギリのところが。映像は綺麗んですけどね、すごく。デジタルインナーミラーのこの表示がもうちょっとこう広角で映ってくれてたらええんですよね。設定にはないんですよね。